チース。チース。おい、こんにちは。地元釣れません。来ました。伝説の、はい、チビタレルとガバチョ入魂。じゃあ1時間の間にどんくらい釣れるか、はい、ただ昨日よりなんかちょっと濁ってんだよ ね、 ですね。だからなんか昨日ほど釣れなそうだけど、はい、よーい、スタート。おお、ダボヒット。しかもこいつめっちゃ引くぞなんだこれ、もうついてんの？もうついてるか。50。あ、でかい。これでかっ、多分で、ほら、でかいでかいでかい。フットボールやん。なんだこれ、なんだこれまるまる、なにこれ、長さ全然ない。30匹目釣った人が優勝。優勝目指すぜ。魚だ。あ、俺も乗った。やった。先にあげた方が勝ち。はい、30匹。30匹。40ねえよ。42。いや、40ある。40ある。40あるやん。ありますね。ジャスト40やん。ちゃんと、あ、まあ、39.9 とか。で、まあ40やん。30やねーっつって。どうもそのようだ。じゃあ、動画の順序的にこっちを先に見せようか。はい、で、今から、宗男くんが38を30と思ってた動画をどうぞ。おい、イエーイ、すげえなこの島。レグイレグイ、チビタレルとガバチョ。もっともっと、あら、もっともっと。おお、でかい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 。あ、入った入った。おお、でかい。なんでこんなバスいたのかお前。この動画は釣り素人の3人が本物の釣りバカになるまでを記録した動画です。わあ、ちっちゃいな。よいしょ。わあ、すごい。30上がってんもん。冬やん。ちょうど30ぐらい。あ、ママか。ちっちゃいかも。わあ、めっちゃ引くやんけ。っていうか、宗男くんさ、宗男くんちっちゃく見積もりすぎ。なんか文句あんのか。23、4やろうって言って30あったからね。さあ、でも疲れた。もう疲れすぎて釣れてもなんか、あ、釣れたぐらいやった。でもあそこの川狭い割にアベレージがでかいんだよね。そうだね、アベレージ30個ぐらいあったね。釣れたらでかかったですね。うん、あそこの中に主の50アップ多分潜んでるやろ。いそうだけどね。いそうよね。だってあのアベレージ30ぐらいのとこで40オーバー、40アップの、あのラグビーバス釣れたってことは、あの川にもなんか危ない。にゃー、この一個なんかラグビーバス1匹ぐらいいそうだけど、はい、まあまあそういうことで、はい、2日間の旅もこれで終わりです。終わりっす。釣りましたね。釣った総評するとやっぱ釣れる島でも、はい、状況で釣れ方が変わる池、うん、川が存在します、はい。ってことはやっぱり水質とか水温とかがどれだけ重要かっていうことが身に染みて分かりました。地元で釣れてるところだとどこ行っても釣れないから、その中で1匹あげてもそれがさ
釣れるところでの釣れたバスなのか、うん、釣れないところでたまたま釣れたバスなのかわかんないけど、ここだと明らかに差が出るから、はい、2時間頑張って1匹も釣れないの池もあったし、30分で30匹以上、しかもさあの30分で30匹だったけど、初日に行った時まだ食いが良かったから、ね、あれ下手したら30分に50匹いくぐらいのペースで釣れてたからそれを考えると何を話してたか忘れました水温とか、まあ、水温水質とかが本当にバス釣りにとっては重要なんだなということが分かりました、はい、ということで2日間疲れましたね、はい、でもやっぱすごくすごかった、なんか充実感は充実っていうか疲れた釣りすぎやろ釣りすぎて疲れましたまあ2日間ほぼ釣り、はい、夜も釣れたし、朝から晩までやって、朝からほんと12時過ぎまで釣りして、はい、今日も最終便で帰る、うんまあまあまあ釣りしました、ね、釣りしましたね、ありますか、ちょうどフェリー乗り場着いたし、はい、ということで2日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。じゃあね。